前回レイドした拠点で分けました。まあ大体ね、ここに入ってたアイテムは運搬したんですけど、まあこんなにね、まあ空にするほど運搬してはなかったです。でまあね、ちょっと確認してみると、まあここのガレージが外されてたり、自分がレイドした以上の壊れ方みたいな感じになっていて、多分ですけど、ここに住んでた、まあ4人組、5人組の人たちログインした後、またね、別のところに移り住んだ可能性があります。で、あそこに立ってる拠点が一段とでかくなってるというね。もしかしたら、まあ、この拠点に一時的に住んでて、あの拠点を本拠にしようとしてたのかもしれん。まあでも、どこに移住したかっていうのはまだ確定ではないっすね。で、とりあえず、ワークベンチレベル2欲しいんで、これをピックアップして、持って帰りたいと思います。はしごとかも外そうかな。で、ここにかまど10個ぐらい置いてあったんですけど、それも全部外されてます。だから違うところに移り住んでるはず。でね、なんか黒っぽいガレージドア持ってたんで、それついてる拠点が、まあ、移住した先なのかなと思います。まあでもこの近辺に移住してるってことは間違いない。一旦ここにレベル2ベンチを置きましょう。ん？レイド起き始めた。ロスト覚悟の最小限の装備で。え？寝てる。まあ、壊したのは扉1枚分かな？え？アクティブなんだけど。武器外出なかったこれ。ギリ外出てないか。上から見てますね、多分。トンプ落ちてるわ。レイドしたのはこの人かな？めっちゃ嫌な待ち方してた。ごめんな。帰ります。え？撃たれてる。ボルアク？俺のこと見えるの？逆に俺が屋上から見てやるか。この木の生い茂った拠点の屋上を使う時が来た。このサバイバルでボルアクとか初めて持った。あの拠点から撃ってきたかな？あ、そうだ。え、あれ人だよね？え、あの拠点から、あそこ見えたの？打ち合いする？さすがに引いたな。まあでも絶対あの人にこの拠点バレてるんでね。でね、あいつはね、ずっとルーフキャンプしてますね。今も撃ってる。ああ、4階部に来ると葉っぱで見えないんだ。撃ってますね。どうせ原人とか屋上から撃って買ってんだろう。ムカつくからあと一発当てよう。いなくなりましたね。顔出せよ。あと一発当てたくなった。あれ？顔出さなくなっちゃった。あ、出してきた。まあ、いっか。不毛だ。けど、この拠点の屋上にサムサイト置きたいんで、設置するんだったら屋上に上がらないといけないという。違う銃で撃ち始めたな。一回工業用コンベアの自動化止めたいと思います。で、ここにスマートスイッチを設置して、ここを26にセット。スマートスイッチにパワーインして、で、サムサイトの弾をクラフトしたいんだけど、レシピがないので解放しちゃいます。よし。サムサイトの弾をとりあえず120発ぐらいクラフト。せっかくサムサイト設置するから、ログインしてる最中にミニコップ飛んできてほしいっすね。撃たれそう。確かサムサイト取り外せるんで、適当に置いちゃってもいいかも。あれ？置けないんだけど、なんで？あ、置ける。よし。
弾入れて。え？インプット端子めっちゃあるな。パススルーと、ローアーム、ノーアーム、あ、タレットと一緒か。電源どれ？これか。で、スマートスイッチのアウトプットにつないで、スイッチオン。これで動き出したかな。え？誰か食われてる。あ、さっき寝てた人がクマにやられてんだ。よし。で、もうちょっと拠点を強化しようということで、走行板の両開きを開放。早速、2枚作っちゃいます。あー、やらかしたな。これ、チェスト置いちゃってるから、回収しないといけねえ。木箱外して、まだボルが食ってんの？扉つけて。あ、こうしたら木箱置けなくなるっけ？あ、置けねえんだ。まあ、ここ小さな木箱だけでいいか。こっちも走行場にします。ここはチェスト開けれるね。で、扉抜きされた際に、ここ進まれたくないんで、この2枚走行板強化。とりあえず一旦強化はいいかな。やっぱバックパックになってんね。夜になっちゃいそうなんだけど、日課の石掘りするか。ああ、このロケットの音は、戦車やってますね。施設からここまで結構遠いのに、割と音響くんだな。あ、そうだ。俺、鉱石ティー拠点に5つぐらいあるんですけど、まあ、どっかのタイミングで飲まないとっすね。あ、デカコブ飛び立ってる。ちょっと待って、これサムサイト高いんじゃない？俺の拠点の方行け。いやー、角度変えやがった。向こう行ったな。いや、自分の拠点の方行ってほしかった。くそー。まあ多分自分がログインしてる間にあと3回ぐらいはチャンスあると思うんで。頼む。誰か撃ち落とされてくれ。自分の仮拠の隣にあった拠点さらに成長してる気がする。なんか風力発電機とか置こうとしてる。やばいな。これ多分レイドされるぞ。そうだな。ちょっと部品系とか回収しようかな。木炭とかも結構あるんだよな。で、隣の拠点から足音しますね。マジで運搬早い方がいいな。で、このガレージの音も聞かれてそう。また梱包爆薬の音してる。しかも、自分の拠点の近くっていうね。一回自殺して、拠点で湧いてナイトビジョンつけてギョフリに行ってもいいかも。この辺で自殺しよう。多分まだ2枚ぐらいしかなってないんで、まだまだ貼り付けると思う。準備できたんで、向かいましょうか。え？なんか追われてるやついる。熊に噛み殺されてたな。この拠点から足音しないんで、やっぱレイドしてんのこの拠点の人だ。ん？明かりついてる。もう一人いたけど。え？逃げたかな？あの拠点レイドしたのか。ああ、まだやりきれてないって感じか。多分、梱包の音結構してたんで扉一枚を壊してるはず。うん、よくわかんねえな。明るくなってきたか。そろそろ朝が来そうっすね。ショットガントラップの音で、しかもなんか明かりついてない？
え？なんでスクラップ598も運搬してんの？無事帰宅。で、多分ろうそく棒被ってたんで、クマに食われてた人だ。一旦サムサイトのスイッチを切ります。俺も原人の姿になって、スクラップ544運搬する。この辺で自殺したんだよな。で、金属パイプとか結構自分の拠点にあるんで、分解して、スクラップ750にしようかな。え？なんか入ってた？どういうこと？分解終了。さっきの裸原人のおかげでミニコプを買えるというね。ありがてえ。帰りたいと思います。木々の中にあるからな。着陸難しそう。おー、いいね、いいね、いいね。あ、やばいやばい。おお、危ない危ない危ない。まあ、どんだけ傷つこうか持って帰ってこれればいいんでね。無事帰宅。プッシュしまして、しまいます。よし。ミニコプター修理しまして。で、再度サムサイトのスイッチつけましょう。あいつ、まだルーフキャンプしてんのかな？あ、青になってるね。さすがにもうルーフキャンプはやめたかな。ボルアクの音も聞こえないっすもんね。ん？え？屋上にいる。違うやつがルーフキャンプし始めた。けど一応屋上の高さ一緒になると、木関係ないっすね。うまく見えるという。もう出さなくなったな。なんか今ね、軍事施設の MLRS ロケット、短いスパンで2回ぐらい発射されてるんですよね。まあ今、誰かがですね、大規模レイドしてるっていうことなんだろうけど、もしかしたら3回目、撃ちに来るかもしれん。人走ってたの。本当に撃ちに来んのかっていう半信半疑な感じであるんですけど、ちょ待って、誰かいたな。え？なんか木捨てたぞ。部品系だけもらう。まあ、うちに来るかどうかわかんないんですけど、ちょっと軍事施設で待機してみようと思います。え？おぉ。何？軍事施設近辺めっちゃ人いるやん。え、MLRS ロケット撃ったの？あいつら？だる。ライン下げるか。うわ、しかも漁夫来てるわ。いや、回収したかったけどね。いや、マジか。え？一人も倒せてないの？嘘だ。結構当てた気するけどな。19.3 か。あれだな。多分あの3人組も同じこと考えてましたね。MLRS の漁夫行こうとしてた。で、なんかドラム缶叩いてる人がいる？見えないな。なかなかミニコプターは飛んできてくれないっすね。けど、今この感じだと、仮にミニコプとかデカコプが飛んできて墜落した場合、結構いろんな人が集まってきて、紛争状態になるかもしれん。まあ、それぐらい今自分の拠点の周りに人が多いですね。ん？道沿いの家にたげられてんのか。え？今思ったんだけど、あの拠点、結構装甲板強化してますね。割と順調に資材集まってるって感じなのか。まあでもな、レイドしたいけど、ちょっと前哨基地に近すぎますね。ん？
また新しい拠点できてる。今回は日課の石取りあんまりはかどってないっすね。確実に金属の鉱石が取れる場所探さないといけないな。お、ここ人いる。何やってんだ。落ちてこい、落ちてこい。落ちてきた。撃たれるかな、これ。撃たれますね。やべえか。一応 MP5 回収できた。で、これ解除されて、ちょっと経ったら、前哨基地に向けて走りましょう。けどな、あの辺の鉱石とか叩きたかったけどね。多分今ぴょんぴょんしてんな。探してる。扉の音したら、まあ、中に入ったっていうことだと思うんで、もうちょい待つか。けど何やってたんだろうな。行くか。見るなよ見るなよ。結局まだ金属の鉱石一つしか叩けてないという。無事帰宅。多分だけど、ルーフキャンプしまくってた人、ログアウトしたかな？さっき確認してから、ボルアクの音、全くしてないんで、こっちの方で石を取ろうかなと思います。あの丘とか、ちょろっと湧いてますね。案外湧いてる。え、あの拠点、俺と同じように、緑で同化させようとしてない？多分、もともとあの辺木、生い茂ってたんじゃないかな。え？え、なんかめっちゃ撃たれてる、俺。やばいやばい。もうちょっと鉱石叩きたい感じはあったけど、なんか殺されても嫌なんで、持って帰りましょう。え？撃ち始めた MLRS。まあでもあれか。MLRS ロケット撃とうと思ったら15分ぐらいインターバル置かないといけないんで、まあすぐに軍事施設行ったとしても、魚触れなかっただろうな。まあでも自分の読みとしては正しかったってことっすね。あとあの3人組も。よし、無事帰宅。先ほど取った鉱石を電気炉に入れて、一応ね、焼けた分は、チェストに移るように自動化組んでます。で、白石もだいぶ集まってきたんで、石の外壁もたくさんクラフトし始めよう。で、あれだな、このチェストパンパンすぎて、自動化で送られてきたとしても、溢れそうになんね。木材の位置変えるか。武器装備しまいまして。で、余ったスクラップで、外壁用ゲート開放しましょう。よし。ってことで、今回ね、拠点にサムサイト設置したり、まあ、あとミニコプターも購入したということで、まあ、空から来る敵に対して硬くなったし、で、ミニコプでいろんな場所行けるんで、機動力もつきました。で、まあ、多分ね、この拠点も隠れてる必要ないんで、次回あたりはね、自分の拠点周りの木を伐採して、今回クラフトした外壁を設置し、さらに、拠点を硬くしようかなと思います。次回までに抜かれちゃったら、そうだな、サバイバル終了だな。